こんにちは皆さん、かわいい、ありがとうございます。こんにちは、元気だよ。朝だからちょっと喉がまだ起きてないけど、髪の毛ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。昨日食べ過ぎちゃった、食べ過ぎちゃったって言ってもお菓子ばっかなんだけど、こんにちは、こんにちは。ちょっとこのままじゃやばいぞ、なのでツアーまでに痩せれたらいいんだけどね。こんにちは、ビッグワンガールズさん見ました、ありがとうございます。嬉しい、そうありがたい。めっちゃさ、あの毎日毎日フォロワーさんが増えていってて、特にインスタグラムなんですけど、そんな、なんだろう、爆伸びしたとかではないんですけど、もうこう、なんて言うんだろう、まあ、沖縄の中では爆伸びですよね毎日こうずっと増えていってて、すごいありがたい、嬉しいしけんさん、こんにちは、こんにちは。またね、明日7月なので、明日から明日またオフショットね載せようかなと思ってるので、ぜひチェックしてください。結婚してありがとうございます。そう、インスタも青木理香で検索したら出てくるのでフォローお願いします。早く1万人行きたいね早く行きたい。あ、ありがとう熊田、ありがとうございます。かわいい。6月もそう早い、来週ツアー、本当に本当にこんにちは、こんにちは、こんにちは。だけど明日あげるっていうことは、なんかもうちょっと普通の写真も今日あげとかないとね、水着ばっかになるやんこんにちは、こんにちは、ハートありがとうございます。やりずも楽しみ、音符ありがとうございます。ストーリーも可愛いねんけちゃん、あれね、投稿にね載せれないからね。久々配信はね、久しぶりだよね。朝から、そう朝からお仕事したんですよ。朝からお仕事して、今空き時間です。そう雨なんですよね、雨降ってなかったらよかったんやけど。髪色いいね、ありがとうございます。毎日朝から活動してて偉い。そうね、ここ最近ずっとハードですね、結構ありがたいことに。このままぶっ通しですね、ぶっ通しで夏駆け抜けていきたいと思います。ありがとうございます。今起きた、おはよう、ありがとうございます。珍しい髪型、そう今日は全部お任せにしました、可愛くしていただいた。三つ編み、三つ編みだけじゃないな、もっとなんかねじったりしてくれてる、可愛い、可愛い、かっこいいそうなんか最近さ、制服の目に出る予定、あ、なんか出たいんだけどね、ちょっと出れないらしいので、あまり期待せず待っててくださいそう出たいんですけど、私の出たいっていう気持ちでだけは出れないので、そうなんか出たいって言いなよってよく言われるんですけど、そうでも出れない時とか出れないのでね、まあ、スケジュールの都合上とかいっぱいあるんですけど、なので私は出たいという気持ちはありますということだけは皆さんに伝えておきますのでなんで出ないのとかは聞かないでも、出れないの、出たいけど、かっこいい、かわいい、ありがとうございます。鉄縄はね出れるので、出たいけど、ちょっとねバタバタするからね、7月8月、夏ですしね、みんなバタバタしますね。なのでまたね出れる時があれば見に来てくださいね、絶対に。鉄のはね出る、制服の絵も本当に出たいんだけどね、制服の絵本当に出たい、出させてほしい
たいです。でね、まだね制服の目私一回もやったことないんですよね。今出たことあるメンバーしか多分出てないはず。こんにちは、こんにちは。思い出以上やりたいけど意外とさ、女の子の第六感とかさ入ってくるかもしれない。この前定点見てたの。そう、定点見てたんだけど素敵、本当に。こんにちは、こんにちは。雨だからな。第六感ハマりは本当？あの衣装着れるかな。こんにちは、こんにちは、こんにちは。そう、公園大好きなんですよ。第六かな、あーやりたい。別な期待して、期待しててください。こんにちは、こんにちは。万華鏡難しいって聞くもんね。すみません、美しいスタイリング、かかってないよ上がってないよ。公園大好き。そう、あんまね最近出れてなかったんですよ。怪我したりとかお仕事の関係とかもあって出れてなかったんですけど、そう、気持ちはねとても出る気満々って感じなので、そう、まあそれはたくさん出てるメンバーもいるしけど、そう、気持ちはね一応出たいので出れるタイミングがあれば全部出ますあ、あんこのハートかわいい、ありがとうございます。ありがとう。こんにちは、こんにちは。毎回の声、嬉しい、ありがとう。結婚したありがとうございます。髪色のラベンダーグレージは北海道意識した違う違う。そう、毎月なんやかんやラベンダーグレージにしとけば、もう落ちてきたからね、さすがに3日4日すると落ちるんよね。けどまたね染め直すかな。ツアー前にもしかしたら来週か、微妙微妙だね。めっちゃ微妙なタイミングで染めちゃったから、そう、あとはツアー前に染めたいなとか思ってたんだけど、お仕事もあったので染めて、そう、どうしようかなって感じです、ツアー6年ぶりに昨日の公演の劇場を入りました。すぐ左の扉から2人、嬉しい、ありがとうございますそっか、新公演じゃ初めてだったってことか。嬉しい、また遊びに来てください。ブリーチありなしで落ち方違うってだよ。うん、大変。レインボーさんありがとうございます。こんにちは、こんにちは。時間がないない、やばい、ここ数日ずっと歌ってたから喉がリカちゃんのせいだよね。リガもやりたいよ、やりたいんだけど、やりたいんだけどね、そう、やりたいんだけど、まあまあまあ待っててください。出れるのか出れないのか私は判断できないので。レインボースターありがとうございます。いつか、いつかねいつか S にも E にも出たいしね。レインボースターありがとうございます。いやけどね、体調ね、そう、みんな崩してるから本当に気をつけてね。私毎晩アリナミン飲んでた。アリナミンとあとキューピーコアも飲んでたし、そう、
そうなんですよ。飲んでたから元気なのかもしれない。そう、なんで逆に青木元気な問題なんよ。そう、秋様よ、嬉しい。毎年良くなってるんですね。ありがとうございます。嬉しい。ダンス大好きだから。寝る前は錠剤にしてる。そう、寝る前錠剤にして、あの体を動かす30分前になんかドリンク、栄養ドリンク飲んでるけど怖い。逆に今崩してないから夏崩しそうで怖い。去年がね、そう、去年がツアーからあのコンサート周年にかけて崩してたので、今年は本当に崩したくない。今年はもう本当に元気 100% でフェスとかも出たい。かわいい、ありがとうございます。だから万全の対策は取ってるけど、去年よりね、去年の経験を踏まえて。どうなるかな、まあ、自分で体調とかね管理してても崩すものは崩しちゃうからね。だからみんなも気をつけてください。対策と予防しててもね、なったらもうそれはしょうがない、人間だもん。2日の声またお邪魔しますね。最近気づい、嬉しい、待ってます。イエーイ、こんにちは、こんにちは、本当ありがとうございます。そうなるときはなるからね、みんな体調崩すときは崩しますよ。気をつけてね、気をつけて、ね、いい声聞く、嬉しい。そう、いいのアンダーしか出てなかったからさ。こんにちは、こんにちは、声みたい、ぜひ入ってください。こんにちは、待ってます。こんにちは、だけど今気温の変化もすごいもんね。まずは来週のツアー、そうだよ、来週ツアー初日楽しみ。みんな北海道も来て、札幌、札幌どこがまだ県あるのかな。木曜日にバスケ暁ジャパンの映画の非売品ポスターもらってきた。え、ポスター、羨ましいんですけど、どうやってもらえるの。配信終わったら発見しに行きます。ドキドキ。あ、じゃあ祈ってるね。札幌ヒル、あ、嬉しい、めっちゃ楽しみやな。もう来週ツアーか、早い、早いよ。渡辺優太選手心配だね。ねえ、足だっけ、肉離れなんか見ました。 X、 こんにちは、こんにちは、皆さん怪我にも気をつけてくださいね。雨で滑ってこけたりとか、私みたいに頭打ったら本当にね、もうどうしようもないですからね。ハートありがとうございます。まあどこでも空き家見つけて、うん、見つけますよ。映画館にこのポスター外したらくださいってね。え、本当ありがとうございます。ツアーの振りとか立ち位置完璧、あ、完璧、ツアー振りとか立ち位置は完璧だけど、毎回にするように頑張ってるけど、覚えることは120でできても、パフォーマンス自体は120ってないと思ってるので、
気持ち、うん、なんだろう、120望むことはできるけど、なんだろう、120、うん、なんて言うんだろう、完璧はないものだと思っているので、まあ、この先もずっとね、もうずっとずっと、あの10年後とかも完璧はないと思ってるので、どんだけ踊れるようになっても、どんだけ公演に出ても、どんだけツアーに出ても完璧はないと思ってるので、そう、上をねどんどん目指して頑張りますね。可愛い、ありがとうございます。そうだよ、みんなこけないようにね。ありがとうございます。その考え方ですけど、ありがとうございます。嬉しい、嬉しい、楽しいこんにちは、こんにちは。いや最近ね、限界を超えることより限界、あ、そう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 、そういうこと、そういうこと、本当にそういうこと。だから完璧だったっていう日なんてないです、本当に。だけどその今できる 120% の力を毎回出してます。ありがとうございます。まあ、もちろん体調とかね、いろいろありますけど、ありがとうございます。昨日バキバキビート見られず落ち込む、あ、そりゃ落ち込むね。ハートありがとうございます。いや最近ね、僕が見たかった青空さん、僕は青さんにハマってるんですよ。で、そう、楽曲がすごい好きで、そう、すごい好きなんですよね。めっちゃ超かわいいし超素敵なんだけど、またね、桜坂さんにもねハマってるんですよね。ハマってるというか、なんて言うんだろう、マトノさん本当ありがとうございます。はじめましてじゃなくない？キャンペーンストアのクーポンだけリカちゃんのおすすめとかある？あれじゃん、私は基本コールドブリューコーヒーしか飲まないんですけど、最近だとほうじ茶とかだけど、なんだろうな、キャラメルマキアートのアーモンドミルクに変更か、あとは、なんだろう、なんだろうね、バナナ米粉ロールケーキ可愛いけどかっこいいけ、そう、かっこいい系が好きなんですよ、私。本当に、本当にかっこいい系が好きで、ちょっとね、もうそろそろ、まあタイミングがあればなんですけど、髪の毛を切りたいなって思っている。かっこいい系に憧れすぎて最近、そう。いやけどさ、かっこいい一本じゃないじゃないですか、わかる？かわいい衣装とかをさ着る機会もあるわけじゃないですか、超ブリブリとか、ちょっとかわいい衣装とかね。ってなった時に、短いとちょっと困っちゃうんだよね。顔がなんかキュルルンって感じの顔じゃないから、私そう迷っております。今だけど、今も言うて短いからね、なんだろう、まあ、くくれるぐらいはくくれるぐらいだけど、そう、ポニーテをね、ポニーテが一番美女いいんですよ、自分の中でだから切りたくないっていう気持ちもありつつ、なんか変えたいなって思いつつ、そう、花火似合ってた？ありがとう。
ちょっと切ったんだけど、いやなんかあんま切るつもりなかったんですけど、あのお任せでって言って、ちょっと傷んでるとことか切ってくださいって言ったら結構切って切れてしまった。だから終わった後、ええ短い短い短い、え短いやんみたいな感じです。こんにちはこんにちは。この声女王やっけこれ、あったよね、こんにちはこんにちは、ありましたよねこの今の声。けどこれボイトレであるんですよ、ボイトレでこれやったらなんかエッジボイスかなんかいいみたい。どうこの配信ごめんちょっと喉カサカサだからさ、だからなんかずっとテンション低いみたいななんかトーンで話してるんだけど、これでもテンション高いからねビースってこっちが思ってる以上に分かる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 。声が声で配信、切らないで切らないで。なんかさ、ホラー映画とかってさ、すごい不思議なんだけど、ホラー映画でなんだっけ、あ、夏になるとホラー映画の季節みたいなあるじゃないですか。あれなんで、なんか寒くなるみたいな、別に寒くはなんなくないすごい不思議あれ、なんでなんで、うわあびっくりしたのあれか。で、うわっっていうのでサブイボ立つみたいな、サブイボって言ったらまた言われるわ、また鳥肌でしょって、鳥肌でしょって言うんでしょ、サブイボです、はいサブイボです。ねえなんでなんだろうね、うわサブイボ立ったわーみたいな、見て見てとか言う。鳥肌立ったら寒くなるんかな、空のせいですボイスやだねえサブイボ立ったわ、これ関西人だけ本当、うん、ショックショック、こんにちはこんにちは。最近サブイボ立ってないかな、メバチコはメバチコメバチコメバチコ、物もらいって言うでしょ。いや本当にさ、なんかごめん話戻るんだけど、無性にさ、これ理科だけなのかな、ホラー映画を見たくなる日ってない、なんか今日めっちゃホラー見たいみたいな、別にホラー映画好きなわけではないのけど、なんかもう今日ホラーを求めてるみたいな日ない？ない？これほんと最近出てきたんだけど、なんかわかんないけど、今日は絶対ホラーじゃないと許せないみたいな日があるんですよ。なんか映画の怖いのっていけるんですよね私。なんだろう、なんかもうちょっとなんだろう、お化けの怖いのはいけるけど、なんかプシャープシャーみたいな感じのガーみたいのはダメはダメ。お化けがボンワーとかはいけるけどね。あと呪いの動画とかよくあるじゃないですか、あれもダメ。あれってなんかさ、自分に悪影響を及ぼしそうやん、わかる？なんか自分に
悪影響を及ぼさないやつは大丈夫だから、あれとか、あの何やったっけ、あ、お化け屋敷とかは自分に悪影響あるじゃないですか、バーンってやられてわーみたいな、その驚くわーがさ結構悪影響けどね、なんか本当にこれさ、最近 MBTI 診断とか流行ってるじゃないですか。私基本今まで言ってなかったんですけど、あのあんまね深く調べないでほしいんだけどなんかあくまでも診断ね、診断ではこう INTP みたいな、 INFP かな、ちょっと分かんないんだけど、紫色のね感じの人のやつだったんですよね。その人って結構好きになったらいろんなことをもうなんて言うんだろう、最後まで調べ尽くすみたいな、その好き、趣味ね、趣味で好きになったこととか気になったこととかはもう自分が納得するまで調べるみたいなあったの。おーおー、確かに振り吹いで指一本か二本か別に、次の日振り入れで先生が教えてくださるのに昔の動画とか YouTube で見漁って、指一本か二本か一生気にして進めないっていうもうね、最初のね頃はね、なんかそこもう止まんなかったの。だからもう進めないみたいな、もう振り覚えようと思って、僕は一本二本みたいな、もうどっちみたいな、別に教えていただけるのに振り起こしの段階でもめっちゃ気にしちゃって進めないみたいなことがあったりするんですけど、最近はね治ってきました最近はもう、あ、明日教えていただけるからこれはもうとりあえずこれでいいやってなるようになったんですけど、そうだからそういうところ、ああ IN なんたらだなって思ったりとか、そう、あとなんだろうな、そういうお化け屋敷とかで自分よりこうなんか自分よりビビってる人を見るとすって素になるんですよそうそうなんですよ、わかんないの、なんでか自分よりテンション高いわーって、で自分がわーってなってて、って怒られるとってなるんですよだからこの前みやみきと、この前とかもう1年前かな、わかんない、半年前わかんない、みやみきと一緒にお化け屋敷入ったんですね。でこれもなんか私とあのミオが、あ、ミキが絶対無理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 って言ってて、でそれ、あ、ミキだ、ちょうどミキの話してた、ショールームね、ショールームしてる、今この辺待ってる、時代を変えろ、転がるし、ずっと今やってた、今さお化け屋敷、時代を変えろ、もう分かったからお化け屋敷の話しててさ、お化け屋敷行ったやん、うん、で今 INTP だったみたいな話してたんよね。ボイ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 ちょっと入れたから。ボイボイボイ。でまあ、それで、ね、なんかまあ自分よりさこうビビってる人を見ると冷めるみたいな話をしてたのね。うん、でそしたらなんかミキタンですってしたら、あのなんでみたいな、とかお化け屋敷の時そうだったって話をしてた。うん、あ、終わり？そう、落ちた、めっちゃ冷めたよね、リカ、あんなビビってたのにすごかった急に先頭歩き出したもん、やばかったよ、もう大丈夫だから、いいから、もういいから、行くよ、後ろ迷惑かけてるから、うん、とか迷惑かけてない、後ろには迷惑かけてない、誰もなかったえ、あれ詰まってなかった、詰まってたっけ、そうそう、詰まってた、でもうちらが騒ぎすぎて、その後なんか大反響してた、そうそうそう、大盛況で、なんか店員さんが出ますかって声かけてきたんだよね、あ、そう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 、で、ドアさ、引き戸なのに、なんか押してて、引き戸っていうのあれ多分、引き戸、引き戸スライド式だったよね、スライド式のドアだったんだけど、一生ガンって押すから、結構本気でへこんだ、結構本気であんま言えないけど、大きい声へこんだ、木のドアがバン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 鳴ってて開かないみたいな、だってさ、このスライド式のさ、この上の部分がさ、そう、パコ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 してて結構穴開いちゃったな、そう、でも本当に迷惑が勝っちゃって、うん、もう本当にもうさ、みたいな、もう本当落ち着いてみたいな、もういけるから、もう大丈夫、何も出てこんからとか言って、うん
本当に出てこんかった、うん、でしょ本当に暗闇歩いただけって感じ。しかもミキなんて目つぶつとかで余計けど最初はめっちゃビビってたんや。もうそれずるいよね。いやーとか。しかも映像見てないけど、誰も見てない、うん、最初に映像流れるんだけど誰も見てないから何が起きるか全く分からんし話も分からんみたいな、ね、感じだったよね。うちらの叫び声で音声ゼロなあ、もう聞こえたまた行こう、本当に面白かった。行きたいけどどうして同じ結末になるし、さすがに多分2回目は覚えられちゃうかも、店員さんに。本当に面白かったあれ、うん、てかなんで誰も映像回してないんだね。さすがにもったいないでしょ言ってた、なんで誰も入ってくる、ゼロポジ絶対来た方がよかったねって話してたよね、うん、本当に。西井さんは常に冷静そう。全然だよね全くだよね、うん、もう2人してもうるさいわ、進まないわ、うん、でも迷惑迷惑。2人の体重でドアを壊したと言っても過言ではない。いやでガンダしてめっちゃ走ったんやっけ。で前の人に追いついたんかな。最後走ってあのボーンって飛び出たんだよ、うん、いやなんか人と出会ったよ、前の人に追いついたかなんかで、うん、すいませんって謝った謝った、リカがすいません、本当にすいません。そうだけじゃない、出会ってないもん。出会ったよ、さすが班長。そう班長だよ、一列なってってもう、うん、ね、掴んでってもう掴んでって。本当に危なかった、物壊すかと思ったもん。いやあれはちょっとね心配かも。ドア多分修理した。絶対さ数年前のホラーナイトとか行けないでしょ。最近のホラーナイトは結構ダンスとか、コロナが結構まだ制限かかってる時に、ね、コロナは落ち着いてたけど制限かかってるみたいな時に行って、うんうん、あの動かなかったよね、動きが。その前は行かなかったの？行ったことない、1回しか行ったことない、その秋の時期に。なんかリカが高校生ぐらいの時ガチのホラーナイトだったからさ、うん、もう分かる方は分かる、分かりますよね。 CM だけで無理あれ。そうね、CM だけで無理はもうやばい、行けないよ、うん、そうそうそう、だから行けないと思うだから自分のこと分かってるから行かない、うん、けど本当にやばかったよ。なんかあの乗り物あるやん、バックトゥーザフューチャーやけど今なくなっちゃったけどさ、 あれ乗ったら出た後、うん、あの、まあ、個室から出るやんあれって。やばい、知ってるってなってる。あ、知らない、バックトゥーザフューチャーも乗ったことない、うん、どの乗り物？あの車のやつ、タイムトラベルする。ミニオンの前かな。ないね、ミニオンの前か、それはやばいわ。うん、ミキミニオンでハマったやん。えけどミニオンもさ、あの個室から出るやん。はい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 、だからもう貞子が後ろからバーって追いかけてくんの。あれ終わるね。そう、出口まで終わるわ。そうでもキャーママママ、たぶん怪我して血だらけ出てくる、いろんなのぶつけてそんな感じです。こんにちはこんにちは、めちゃこんにちはしてくれるやん。そう、めちゃこんにちはしてくれる、挨拶大事ね。みきちゃん風船とかもダメだから絶対。あれさ、トーク会のさ風船めっちゃ怖くない？やばかった、パンパンみたいなね、みかもびくってする、うん、確かにお化け屋敷は。そうだよ、みきちゃん寝れた？みきちゃん寝れんかった。なんで？なんか今日は寝れるやろ、昨日か、昨日は寝れたよ、アドレナリン。なんか泣き疲れてめっちゃ眠かったの。ね、でめっちゃ眠いんだけど、眠すぎて動けなくてずっと椅子に座ってたら2時ぐらいになっちゃって、いつも玄関で寝たりするの。誰？ミキいや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 、床では寝るけど玄関では寝る。玄関ではね。そんでやばい、さすがに動かなあかんと思って頑張った、うん、3時間しか寝てない。そうそうそう、それでも7時間寝たわ。寝てるやん、めっちゃ寝てるやないかい。めっちゃ寝てるやん、めっちゃ寝てるわ。リカの方が寝てないって、びっくりした。寝てないマウント取っていくわ、すいません負けじとね。けど一昨日寝てないもんね。あ、そう遅いね。そう、こんにちは。ミキちゃんめっちゃ痩せたよな。だって痩せてはないんですけど、もともと細いよね。けどマラソン引き締まったんじゃないでしょうか。あ、最近やばい。どこがどこが？お腹だけ太ってく、逆に。あ、お腹だけ。あれ変わったやん、それは。骨格変わった？いや、じゃあお菓子食べるようになったからよ。あれ、うん、ツアーのリハ期間さ、めっちゃ痩せた。
4日間だけなのにめっちゃ痩せたよね。この数字珍しいと思ったもん、ね、体重計毎日乗るんですけど、すごい。なんかもう体の感覚で分かった。無理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 、感覚とかないね。なんかウエストがさ、うん、めっちゃ変わるんよ毎日。へえ、そうやばい、年やなってきてる。ねえみきちゃんお腹すいた。ね、リカも空いてるんよ。でなんかどっか行こうかなって思ったけど、うん、食べに行きたいなとか思って、うん、みんなと食べたいなって思って我慢したりしてた、うん、でショールームしてた、うん、踊ってたけど化粧がね、化粧、お化粧してるからね。あつた、すいません。何の話してたでしょうか。あらべこべこべこすごい、リカこの機能あるの知らなかったマジ、うん、あのおちびちゃんいるじゃん、みき身内に、うん、ショールーム入ってくるんだわ。あー、それで使うのか。めっちゃ使う。全然しかも一番可愛いあのガールに限っては、あの配信にガチで入ろうとしてくるから、カメラをこう押さえて、可愛い、そう頑張ってる。どう考えても食べ物の話、よくわかったね。正解、よくわかったね。すごい、さっきツアーの話とかバーってきてたけど、すごいね。そう、ご飯の話です。何を食べるかっていう、そうそう話をしてました。まだ声やばいね。風に揺れてなぜ無音にて懇願におもろい。何味が寄せる、こんにちは、こんにちは。ミキの後頭部ばっかつってるか、こうしよう。そう、どこ行こうかなって。こんにちは、ごめんね。いいや、グリーンアップ、これ夏い、夏いだって。リカも制服の目出たい。じゃあ、リコ欲しい？したけど。あ、したんだ。無理じゃん。じゃあ一回してみ。した、した、出たいとは言ってる。結構本気で、何日のこのポジで、うん、みたいな。何日にあるか知らない。あるある、発表されてからしかリカ知らない。大丈夫、発表されてなくても右出るのあるから。本当に出たい。いや、まあ本当にお腹空いて無理かも。何も食べてない？まだ。めっちゃ食べた。嘘でしょ。そう、だから落ち込んでんの、何もしてないのに。立候補制なのかって、ほら勘違い起きてるやん。あ、違います違いますよ、全然違いますよ、全然違いますよ。そう、違いますよ、本当にほら勘違い起きちゃうから。違いますよ、だってこんなにね毎回メンバー一緒ですから、正規メンバー。そうね、大体決まってますよ。そうなんです、全然立候補制ではないです。はい、立候補して出れるものではありません。そうなので本気で訴えに行っても出れないかもしれないんですけど、はい、そうマジ We Are やってる分にはでかいよね。ね、そうだよね。今日も菅さんの卒業公演の時そうだったもん。今出てるのはみんな経験者、制服の目だよね、うん、出たい。リセットやりたい、ずっと言ってる。リセットね、耳を割るまで見て寝てよっかな、うん、そう、制服の目はね、経験者がね出ておりますね。
可愛い。ハートありがとうございます。こんにちは、こんにちは。こんにちは。お腹すいた？結構本気で。あともう喋れなくなってきたもん。あと3-40分我慢できないの？寝てたらいける。ああ。多分息してる分にはしんどいかも。らしいです。これ一旦作業するわ。お、何の写真選びらしいです。いろいろ考えてたら時間は過ぎるであろう。あ、じゃあ私この後ミキにグラビアの写真選んでもらおう。うん、明日から7月だよ。ガチだから1週間後ちょうどツアーだよ。いや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 、早すぎやろ早すぎやろ早すぎやろ、怖いって怖いって、うん、早すぎやって。そうだよ、7月こんなん、ミキ明日誕生日やん。うん、ほんとじゃん。ちょっと待って、まあ、8月やけどな誕生日。いやいやいや、もう夏はそこ。うわ、夏はそこ。出ちゃってるな。それ来ましたよ、上半期あっという間の少女って来てるね。ああと実はやったことがあるっていうね、うちら、うん、あという間に少女は一個も振り覚えてない。えみき多分陰でだったら踊る、シャドウダンスみたいな感じで。なんか逆立ちみたいな振りだけ覚えてる。めっちゃ練習してたのになくなっちゃった振り。ミカだけだよね。もうその振りだけで、なんかもう夜の11時12時までやってたの。なのに次の日の朝なくなるっていう。そう、ステップの曲のイメージ。ああそうなんだ、もう覚えてないな。だからいつかまたやりたい。彼女がいる、またやりたくない？マジで好きで、ね、ずっと言ってるよね。え、ラビリンスも好きだよ。その2点セットですね。ね、てかさ、ね、セトリ的にあれ流れじゃなかったよね。なんでこの2点セットなんだろう。雰囲気じゃない？え、けど流れだったよ。そのあ、そうだっけ。え、そうですよね。ブロックが一緒なだけじゃなくて、ブロックが、あ、ブロックが一緒、連続ではない。そうだよね。でも絶対この2点セット、え、多分連続ではなかった。え、覚えてる方います？新世代コンサートだっけ、あれ最初のね、新世代コンサートの彼女がいるからのラビリンス。え、彼女がいるからのラビリンスだったかも。あれれれれ、あれれれれ、あれれれれ、覚えてないや。またありがとうございます。じゃあミキ相当多分移動してたわ。上下も真逆なんだよね。よく覚えてるね。上下立ち位置覚えてる。すごいっしょ。やっぱ立ち位置だけは得意なんだわ、振りが覚えれるんで。なんで 2,3 年前の立ち位置覚えてるの？サビッチとかいけるよ全然。やばい。豚割りも全然いける。え、けどなんかいたね。え、彼女がいるさ、上手の前らへんにいなかった？ミキ？うん、とね、下手の嘘、一ちゃん前一列目。嘘、そっから基本動いてない。 A メロとかも本当で、あそこらへんでお掃除してサビもそこだった。でラビリンスになって急に紙に移動するの。え、でも連続だったらね。でもミキ連続だった覚えはないかも。うん、ど真逆なんよ。ラビリンスは3列目の左の一番後ろで、彼女がいるが一番前の一番右なの。だから大変移動してることになる。そうすると違うか、覚えてないや。え、ラビリンス彼女がいる、あっという間の少女だって。え、あっという間の少女、うちら忙しい。待って、でもそうだ、彼女がいるの位置であっという間の少女で、なんかパンパンパパパンみたいなさ。え、けどあっという間って全員でやった？抜けるもん。あ、抜けたんか。で、なんか拍手みたいなとこを振り合ってみんな抜けるんだよ。思い出した、あった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 。すごい、すごい。モリカさん、あれしか記憶になくて、うざね、思った。ミキもね、思ってた。うざうざうざしか記憶になくて、
れ楽しかったよね、めっちゃ。やばいね。めっちゃ楽しかったんですよ、リハーサルも。めっちゃ楽しかったんです、ね、熱がすごかった。熱量すごかったよね。何回も何回もやった。そうで、何回も何回もネモホモとかも途中から足上がらんくてさそう、ダンスバトルみたいなのあったんですよね。ちょっともうちょっとカッコつけて踊りたい、今だからこそ、ね、でもミキ絶対ウザに行きたい。もうえ、ほんと？ネモハモダンスじゃないもん、ミキ。え、ミキ足長い、めっちゃ足長いからじゃあ、向いてないよ、ネモハモ系のダンス。いやいやいや、良かったですよね、皆さん。絶対ウザ派だもん、ミキ。ウザってさ、なんか見せる系じゃん。あー、確かに。ネモハモってなんかもう形が決まってるからさ、ダンスって感じだよね。私に不向きなんですね。ミオはネモハモだね。リカどっちでもいいよ。リカ多分ネモハモのあれできない。あ、ステップ系ってことだよ。ステップ系苦手なんで。そう、まあ、ステップで言えばね、2人とも苦手だよね。はい、あの八重洲のフリーレの時ちょっとチラ見すんのやめてもらっていいですか。息もできてないかなみたいな感じで何の曲とは言えないんですけどね。何の曲とは言えないんですけ ですけどあの曲でチラッと見てくるのやめてもらっていいですか。ステップ系出てきたらちょっと、ミキも見ますけど癖になってますよ、もうフリーレンチラ見しちゃう。リカはどうかなみたいな。そう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 、チラ見しちゃいます。ねえねえ、何流してんの、何やめて。ちょっと一回消して。何何、ほらもうこう、もうしました、可愛かったミキの家族のご家族さんの動画可愛かったです。え、待って、これ連日だから。私の2年前の動画も出してきた。今写真の整理中なのでね、いろんなものが出てくるらしいんですよ。ほら、あ、見えてないわ。あ、可愛い。見えてないね。結構広いからミキそのイメージがあったんだわ。可愛い。この青やばいな。可愛いです。今卒業した先輩の写真を見てます。やばいな。リカちゃんミュート覚えた。リカちゃんじゃないんですよ、今ミュートしたの。手伸ばしてるんですよ、こちらから。あ、待って、やばい、これなんだろう、最終ベルの時の。てかこの椅子戻ってきて、マジで。なんか最近思ったんですよ、あ、私たちって最終ベルが鳴る公園に出てたんだって思わなかった。バチバチにいい顔してない、ミキ。リンゴもらうだけに。素敵素敵。こんないい顔できるんだよ。いやー、素敵ですね。多分ね、リカとの写真出てくるでしょ。あ、ほら、あ、ほんとだ。え、これずっと一緒だったよね。めっちゃ待って、めっちゃ髪の毛短い。目やばい、リカなんか、ちょっと待って、ミキとのツーショットがあるんですよ、ファンの方が撮ってくださった。だよね、カメコの時だよね、これ卒業…え、違う、15周年なおさんの卒業公演だよ、コンサート。あ、違う、須田さんだ。お、大だもん、須田さんや。あ、須田さんの卒業コンサートだけど、あ、これは、ね、リカファンの方が撮ってくださったのがあって、うん、なんか、私なんかこの時期のリカの顔じゃない、表情が吠えてるめっちゃなんか、あーみたいな感じで吠えてる、なんか写真があります。めっちゃいい。あ、素敵、ね、マジミキいい顔してる。すごい、本当に皆さんもね、こうやって、ね、いじめ写真、写真、ああねー、皮膚皮膚、皆さんも見返してみてください、私たちの写真も。やばい、かわいすぎる、本当に。あ、めっちゃ多いわ、リカ。え、やばい。え、けどこの時二の腕細い。狙ってんだけど、ミキのこと。リカがミキのこと狙ってます。狙ってない。狙ってる写真があります。ミキのことを捕獲しようとしてる写真があります。これうちらで話題になった写真これ見せたい、これ見せたい、ね、こうやったら見せれるかな。ダメ、いい、一緒に行くよ、うん、せーのこれもファンの方が撮ってくださったやつですよね。最近カメコないのかな。ねえ、カメコないよね。カメコしたいな。周年でまた会ったらいいですね。
執念もあればいいですね。できるように頑張ります。頑張ります。もう絶賛は目に焼き付けてください。皆さん目に焼き付けてください。寝すぎじゃない？なんかミキが寝てるみたいなめっちゃあるけど、リカもなかなかやない？確かに執念の時期は結構この時やばかった。なんかキューピーコアドリンクをあの机の上に置いて私がもう頭抱えてる写真とかあったりしました。懐かしいねめっちゃ。さすがにヤンキー。懐かしい。ミオってさちょっといじればヤンキーになれるからすごいよね、あの見た目。確かに小動物系で可愛いでも持ってけるけどさ、ちょっといじればさ、うん、ヤンキーになれるんですよね。いるもん私のお家の近くのコンビニの前にいますいますいます。私がマキコさんにべったりしてた時期、周年のこーわこーなんかミキのカメラロールってなんか見せれないぐらい事故ぐらいの写真がいっぱいあるんですよ。ミオもなかなかだと思うな。ミキ治安悪ないって、うん、ミオタンミオタン悪い顔得意やもんなって、うん、確かに。リカってどんな顔得意？なんだろうね、どんな顔、うん、あ誕生日だよね。誕生日だ。そう誕生日2年連続ミキと一緒に過ごしてるんですよ、ね、そうありがたい。私何してんだろうね。毎回ケーキをいただいています。嬉しい。そうや誕生日や、嬉しい。北海道にね、わざわざね、わざわざね、北海道にね、あの、まあ、空港行くときにさ、いや、これ一生忘れんよね、普通に。めっちゃ恥ずかしかったもん。しかも遊園地。もうだってほら、もう分かってる方いるよ。え、すごい。そうそうそう。めっちゃ子さんやん。なんかこう、今年は持ってかないでね。多分。そうあの空港行くじゃないですか。で飛行機ミキタン初だった？初っす。初の飛行機でまあまあ分かんないじゃないですか全然何もね。で海外行くようでも日本国内でもまあ持っていけるものとか違ったりするじゃないですか。でまあ普通にね筆箱を持ってってたんだよね。そういろいろねあっち行って作りたかったからね。そうそう。でまあその中に、まあ、ハサミもあったんですよ。で、まあ、引っかかるじゃないですか普通に考えてね。そう普通に考えて今引っかかるじゃないですか。けどなんか工作用なんかギリセーフなやつあったんだよね。そうそのペン型のなんかやつだったら大丈夫だったんだけど、うん、その引っかかる方の普通のハサミの方もあったの、うん、でそのハサミがもうちっちゃい頃から使ってる。そう小学生の時から使ってる。めちゃめちゃ思い出深い。そう伊藤美希ってシールが貼ってある。そう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 、かわいいハサミがあったんだけど、しかもめっちゃ切れ味のそれがダメだったのね、うん、でもけどえどうしたらいいのって美希になってて、で私は何も知らないからえなんで持ってきたみたいな、アホやんとか言って、そうなんでハサミ持ってくんのみたいな、普通に考えてあかんやろ。普段から持ってるのみたいな。持ってるわけない。ミキはもう普段から持ってる、持ち歩きたいから。ミキいつも筆箱持っとるやんとか言って。そうで筆箱持ってるからって言われて、いやけどそれでもあかんに決まってるやんとか言って、でなんかもうえじゃあみたいな、どうしてもえこれどうしても捨てたくないのみたいな、なんかもう空港にさあるじゃないですかそういうボックスみたいな、それ入れたくないのみたいな言ったら、うん、小さい頃から使っている思い入れ深いハサミだからみたいなそんな思い入れ深いんやみたいな、このハサミみたいなでもけどもうしょうがないよって言って、うん、しゃあないかって言って、もうテンションだだ下がりだよねそっから、うん、でもう何も知らずに、だって街ってさ、うん、切れんかったらどうしようとか思う私からしたら本当バカやなと思ってたんですよそしたら私のサプライズのためにそう持って行ってくれててかわいい。めっちゃかわいいよね。かわいい。本当にかわいい。本当にかわいいと思う。じゃ本当にもう一本の方が切れないハサミって分かってたから苦しかった。ペン型ってねなかなかね切りにくいよね。初見です。本当に切れない。ありがとうございます。そう持ってってくれてたんですよっていうかわいいエピソードがあります。そう面白いよね。けどサプライズね。
してくれて、ギリ成功ね、ギリ、うん、あのその時の動画も持ってるんですけど、ミキが熱唱して踊ってる動画があるんですけど、あるの、そう、載せれないぐらい熱唱して踊ってるから結構見せれない、みんなに見せれないそう、素敵なサプライズをしてくれました。ミキちゃんいい子やな。正解、いい子やで、やばい、行きたい、面白いな、ありがとう。え、待って、分からん分からん、え、なんでその3つだけで行きたい。あ、美味しそう、美味しそう、やばい、多分もうちょっとしたら栄養失調で倒れる。ねえ、大丈夫だからと思うじゃん。ミキって結構ギリギリ起きてんだよね。朝ごはん食べたんでしょ食べた。2人の漫談のおかげで仕事が進みませんだって。何漫談って。漫談してないよね別に、うん、けどね、あれだって朝ごはんその食べたらさ、お腹がリセットされるじゃん。だからお腹すきやすくなるんだって、代謝が上がるから。代謝、うん、血糖値、何分かんない、分からんのかーい。私はまだ朝から何も食べておりません。けど昨日の夜いっぱい食べちゃったからさ、お菓子食べたやん、うん、え、帰って、だから、え、違うよ、あそこで食べた。あ、けど帰ってからみたらし団子食べちゃった。セブンイレブンさんのみたらし団子にまたハマっちゃって、冷えてるみたらし団子でさ、あのもちもち具合やばい。あれ白玉なのかな、白玉ってさ美味しくない、セブンのそっち系食べない、食べよう。ね、なおさんとかのこういうちょっと残ってんのかな。確かに気になる ね。だって残してたらパンパンになるよね、衣装部屋、うん、けどあれじゃん、めっちゃいつか着たいんだけど。ありますよね、あの AKB48 さんの衣装倉庫みたいな、あるんかな、SKE も。YouTube にあったよね、柏木由紀さんの YouTube のやつに載ってた気がする。 SKE もあるのか、気になるね。うん、皆さんぜひみたらし団子、冷えてるみたらし団子食べてみてください。ということで、そろそろ配信切ろうと思います。そう、もうお腹空いてやばいっしょ。あ、わたち、うん、わたちはずっとやばいわ。私もやばくなってきた。ということで、皆さん最後映って、あくび止まったらね、止まった、ありがとうございました。もりもり食べますまたね。いいな、カレーもいいね。確かに、これ以上いろんなコメント来たらもう決めれない。やだ、切る、もう切らないと、もうやだやだやだ、切ります、またね